ご視聴ありがとうございます。今回は、リクエストにお答えして、ゲームウォッチの誕生を、ご案内します。懐かしいね、ゲームウォッチ。ゲームウォッチは、1980年に、任天堂から発売され、大ヒットした携帯ゲームだよ。物語は、ゲームウォッチの生みの親である、横井文平さんの任天堂の、入社から始まります。横井さんは、同志社大学の、電気工学科を卒業したものの、なかなか就職先が見つからなかった。そこでたまたま見つけたのが、任天堂の電気工学の人材募集だったんだ。横井さん。任天堂？トランプや花札を作っている会社なのに、電気工学の人材募集？家から近いし、ちょっと応募してみるか。応募先の任天堂は、横井さんの住んでいた家から通える距離にあったんだ。家から通勤できるのが理由で、任天堂に応募したんだ。そして、採用通知を受けた横井さんは、任天堂に入社することになる。山内社長との出会い。当時の任天堂は、トランプや花札を製造する小さな会社だった。今の任天堂かなら想像できないね。横井さんの配属先は工務課で、トランプや花札を製造する機械の、メンテナンスをする仕事だったんだ。しかし、機械のメンテナンスという仕事は退屈で、仕方がなかった。暇だな。なんか、面白いものでも作ってみるか。ものづくりが好きだった横井さんは、工場にある工作機械を使って、退屈しのぎにいろんなおもちゃを、作って遊んでいたんだ。そんな、ある日、横井さんは、仕事の空き時間におもちゃを、作って遊んでいた。面白いおもちゃができたぞ。こうやって、物をつかめるんだ。そこに、任天堂の山内社長が、現れたんだ。社長。これは、仕事の空き時間に作ったもので、サボってるわけじゃないんですよ。社長に見つかってしまった。まずいな。そして、数日後。横井さん。はい。社長がお呼びです。社長？もしかして、クビかもしれない。社長室。失礼します。社長が呼んでるとのことで。サボってたわけじゃないんですよ。仕事の空き時間に少し作ってみただけですから。それを商品化しろ。え？お前は、今日からおもちゃの開発を、する担当だ。え？この出来事が、横井さんの人生の転機となり、任天堂にとっても、トランプや花札の任天堂から世界の、任天堂に変わる、最初の一歩であった。ウルトラハンドの大ヒット。山内社長の指示で、おもちゃを商品開発するための、開発課が、横井さんのために新しく、新設されたんだ。この開発課はやがて開発部となり、ゲームウォッチやファミコン、ゲームボーイ、スーパーファミコンなど数々の、ヒット商品を生み出していくことになるんだよ。横井さんが考えた、ウルトラハンドは140番号、販売する大ヒット商品となり、その後横井さんはウルトラマシンや、光線銃など次々と、ヒット商品を開発するんだ。そして、この光線銃の取引先担当だったのが、シャープの社員だった上村さんなんだ。上村さんは、後に任天堂に入社してファミコンや、スーパーファミコンなどを開発することになるんだ。運命のいたずらだね。この頃、横井さんのパートナーとなり、数々のヒット商品を、作り出す岡田さんが入社する。岡田さんが入社してからは、横井さんがゲームを考案し、岡田さんがその技術を担当するという関係が、続くんだ。このゲーム企画と技術の、役割分担の仕組みは任天堂の、伝統となり、後に登場する宮本茂さんたちによって、受け継がれていくんだよ。横井さんたちは、光線銃の開発の後なかなか、大きなヒット商品を生み出せずに、暗中模索の状態が、続いていたんだ。そんな暗中模索の状態だった、ある日、横井さんは、出張の帰りの新幹線であるアイデアを、思いつくことになる。横井さん。新幹線の移動中って、暇だよな。なんか、時間を、潰せるものってないのかな。横井さんは、何気なく近くへ見たサラリーマンが、目に入った。あのサラリーマン、ポケットから電卓を取り出して、遊んでいるぞ。時間が空いた時に、気軽に遊べるポケットサイズの、ゲーム機か。面白いかもしれないな。この時、横井さんは気軽に遊べるポケットサイズの、ゲームという発想は思い浮かんだんだけど、液晶を使ったゲームを、作るところまでは考えていなかったんだ。山内社長の決断。ある日、山内社長の秘書が、人事部長にお願いがあると、人事部へ訪ねてきたんだ。人事部長、お願いしたいことがあるんですが。何でしょうか？今日、社長は会合に出席しなければならないのですが、専属の運転士が、風邪で休んでいるんです。誰か、運転をお願いできる人いないでしょうか？そうだな。確か社長の送迎車って、左ハンドルだったよね。そうですね。そうだな。左ハンドルに慣れている人といえば。そうだ。
横井さんがいいですよ。彼は会社好きで、左ハンドルにも慣れてますから。ありがとうございます。こうして、横井さんは、山内社長を車で、送迎することになったんだ。横井さん、山内社長を車で、送迎中。横井さんが運転し、社長は後部座席に座っていた。そして、車内は沈黙に包まれていた。ヒーン。沈黙は気まずいよな。なんか、話をしないと。社長。この前、出張で新幹線に、乗ったんですけど、新幹線の移動中って、暇ですよね。本を読むか寝ることくらいしかないですから。そしたら、近くにいたサラリーマンがですね、ポケットから電卓を取り出して、暇つぶしに電卓を、いじって遊んでいたんですよ。そこで、ちょっと思ったんです。計算は、できなくてもいいから持ち歩ける小さな電卓のようなゲーム機が、作れないかなって。そうすれば、暇な時間に遊べるじゃないですか。そうか。横井さんの話に、山内社長は聞き流すような様子で、特に関心がないようだった。そして横井さんは無事、山内社長を会合に、送り届けて会社に戻った。そして、数日後。横井さん。シャーブさんが、重役の方のご同行で、電卓を使ったゲームの打ち合わせがしたいとのことなんですけど。実は、横井さんが山内社長を、送迎した会合には、液晶の最大手であるシャープの、社長も出席していたんだ。その時山内社長は、シャープの社長と、電卓を使ったゲーム機の、共同開発を打診していたんだ。山内社長すごい。当時は、電卓戦争の後で、電卓は供給過多の、状態で価格が下落していたんだ。そのためシャープは液晶を、使った新しい市場を、模索しているところだった。そんな時に、任天堂からの液晶を、使ったゲームの開発の依頼は、渡りに船だったんだ。その後、シャープと任天堂は正式に、携帯ゲーム機の共同開発の、契約を結ぶことになる。社内に反対もある中、山内社長は携帯ゲームの、開発にゴーサインを出したんだ。山内社長かっこいい。ゲームウォッチの企画。シャープとの共同開発が、決まった後、横井さんと岡田さんは、早速ゲームウォッチの企画に、取り掛かったんだ。まずは、ハードの開発ではなく、どうやったら面白いゲームが、作れるかを先に考えたんだ。横井さんの考えは、面白いゲームを考え抜いて、それからどういう技術だったら実現できるのかを、考える、という考え方なんだ。技術ありきじゃなくて、面白いゲームありきってこと？そうなんだ。この考え方は、任天堂のゲーム作りの、基本思想になっていくんだよ。横井さんたちが最初に考えたゲームは、ボールゲームトイゲームだった。そして横井さんが模型の絵を、描き、岡田さんが模型を作り、ゲームの企画を固めていったんだ。シャープとの打ち合わせ。ゲームの企画が固まったところで、シャープとの打ち合わせが本格的に、始まる。任天堂さん、わざわざご足労を、おかけして申し訳ございません。いえいえ、こちらこそ、よろしくお願いします。それで、どのようなゲームを企画されているんですか？これが、ボールゲームの仕様書なんですが。ほう、電卓の液晶を使った、ポケットサイズのゲームですか。そうなんです。御社のお力添えが、ぜひ必要なんですよ。しかし、これは技術的に難しそうですよ。難しそう？でも、なんとかなりませんかね。そう言われましてもね、液晶でこのボールゲームを、実現するのは、ちょっと無理かもしれません。シャープの技術者は、ボールゲームの仕様書を読んでみて、現在の液晶の技術では再現は難しいと、判断したんだ。そこで横井さんは、シャープの技術者にボールゲームの、模型で、遊んでもらうことにしたんだ。ボールゲームを実際に体験してもらえれば、ゲーム開発の糸口が見つかると、思ったんだ。では、実際に遊んでみませんか？実は試作機を作ってみたんですよ。そうすればもっとイメージが湧くと、思うんです。そうですか。ならば少しやってみましょう。ピコ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 。ピコ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 。これは、面白いですね。すごい面白いんですけどね。しかし、これを液晶で表現するのは、ちょっと難しいかもしれませんよ。困ったなぁ。これでは、ボールゲームの開発が進められない。そこで、岡田さんは、シャープ側にできない理由を、辛抱強く聞いてみることにした。できない理由が分かれば、できない部分を改善することで、解決につながるのではないかと、思ったんだ。シャープさん、実現が難しいところというのは、具体的にどの部分ですかね？そうですね、難しいところ派ですね。例えばボールゲームの丸い玉は、液晶では表示することができないんですよ。それなら、ボールらしき絵が表現できればいいんですよ。極端に言うと四角でもいいんです。そうなんですか。こうして、ゲーム企画と技術の溝を、少しずつ埋めながら、
任天堂とシャープの共同開発は進んでいった。横井さんたちがゲームウォッチの開発で一番苦労したところは、ゲーム企画とそれを実現できる技術のギャップをどう埋めるか、ということだったんだ。横井さんは、ゲームウォッチの価格を抑えるため、なるべく液晶のサイズを小さくし、かつ操作しやすいようにするなどの様々な工夫を凝らしたんだ。そして苦労の末、ゲームウォッチは完成を迎えることになる。ゲームウォッチの発売。1980年に、横井さんたちが開発したゲームウォッチがいよいよ発売される。最初に発売されたのが、ボール。ボール。そして、フラッグマン、バーミン、ファイア、ジャッジと次々と新しいゲームが発売されたんだ。ゲームウォッチの第一弾として、発売されたシルバーシリーズは、予想を大幅に上回る、約60万台の大ヒット商品になるんだ。そして翌年の1981年には、ゴールドシリーズを発売する。こうしてゲームウォッチのシリーズ展開が始まったんだ。ワイドスクリーンシリーズの発売。この頃になると、ライバルのおもちゃメーカーなどが、液晶ゲームを次々と発売してくるようになるんだ。そこで横井さんたちは、画面を 1.7 倍に大きくしながらも、価格を抑えた、ワイドスクリーンシリーズを発売するんだ。このワイドスクリーンシリーズは、ゲームウォッチブームの火付け役になるほどの大ヒット商品になったんだ。ワイドスクリーンシリーズのゲームは、パラシュートやオクトパス、ポパイ、シェフ、ファイアなどがあります。十字キーの誕生。横井さんは、ワイドスクリーンシリーズの発売を、きっかけに大ブームとなったゲームウォッチの、次のシリーズを考えていた。横井さん。宮本くんが作った、ドンキーコングを、ゲームウォッチでも遊べるようにできないかな。でも、今のゲームウォッチのデザインでは、移植は難しいよな。どうしよう。1981年に、リリースされた、アーケード版のドンキーコングは、あの宮本茂さんが初めて、企画した、大ヒットゲームなんだよ。横井さんは、アーケード版のドンキーコングを、ゲームウォッチで、遊べるようにするために苦心していた。横井さんが目指したのは、アーケード版のドンキーコングを、コンパクトで手頃な価格で、遊べるようにすることだった。アーケード版のドンキーコングの、移植が難しい原因の一つは、キャラクターの操作にジョイスティックを、使っていたことなんだ。横井さん。ジョイスティックでは、操作はしやすいんだけどコンパクトにならないし、コストも高いよな。ドンキーコングを、ゲームウォッチで遊べるようにするためには、ジョイスティックの機能を、いかに安く、そしてコンパクトな操作キーを、実現できるようにするかだな。安くて、コンパクトな操作キーね。そうだな、ゲームで遊んでる時って、どこを押さえているのかを確認するために、ボタンを見るといったことはしないよな。いちいち目で確認しなくても、指の感触で方向がわかるようなデザインがいいよな。ということは、平らな操作キーにすればいいんじゃないかな。そうだ。平べったい、十字の形をした、操作キーにしてみればどうだろう。こうして横井さんたちは、平らで十字の形をした操作キーを、ヒントに、一週間の間試行錯誤を、繰り返したんだ。そして完成したのが、ゲームウォッチの十字キーなんだ。安くて使いやすいジョイスティックを、目指したことが、十字キーの完成につながったんだね。コンパクトサイズで、親指だけで簡単に操作できる十字キーは、その後のファミコンやその他の、ゲーム機でも採用されるようになるんだよ。また、ゲームウォッチのドンキーコングでは、折りたたみ式のマルチスクリーンの、デザインにしたんだ。この、折りたたみ式のマルチスクリーンの、ゲーム機という発想は、後に発売される任天堂 DS にも、受け継がれているんだ。こうして、1982年にゲームウォッチから、ドンキーコングが発売されたんだ。この新しくデザインされたゲームウォッチは、マルチスクリーンシリーズと呼ばれ、大ベストセラー商品になるんだ。ゲームウォッチ版のドンキーコングの誕生。ゲームウォッチが残したもの。こうして、ゲームウォッチは全世界で、4800万台を、出荷する大ヒット商品になるんだ。すごい、4800万台。その後1983年に、ファミリーコンピュータが発売されると、急激にゲームウォッチの、ブームは収束してしまう。1985年2月に、発売されたブラックジャックを、最後に日本での発売は終了してしまうんだ。でも、海外では1991年10月に、発売されたマリオジャグラーまで、開発が続けられて、世界中で、遊ばれ続けたんだ。その後の、横井さん。その後、横井さんと岡田さんは、ゲームウォッチの後継機とも、言える、ゲームボーイを開発する。1996年には、ゲームボーイからポケットモンスター赤と、緑が発売され、大ブームとなる。横井文平さんは、1996年に、30年間勤めた任天堂を、退職する。退社後、より自分のやりたい商品開発を、目指して、
株式会社ことを設立する。会社を設立後、横井さんは携帯ゲームや、おもちゃなどを企画し、ワンダースワンの開発にも、アドバイザーとして参加していたんだ。しかし、独立から1年後の1997年10月4日、北陸自動車道の上り線で、知人が運転していた車が、前方の軽トラックに追突する事故を、起こしてしまう。横井さんは、追突した軽トラックを動かすため、車外へ出たところを、後続の乗用車にはねられ。当日、横井さんは、搬送された病院で外傷性ショックのため、志半ばの56歳で、ご逝去されました。ご冥福をお祈りします。任天堂の山内社長は、横井さんの葬儀の時、葬儀が終わり参列者がいなくなった後も、一人、慰霊の前に座り続け、任天堂の役員が声をかけても、横井さんの慰霊の前を離れなかったという。横井さんからのメッセージ。横井さん、どうしてあんなに次々とアイデアが出てくるんですか？というインタビューの質問に、横井さんはこう言っています。そうですね。そういえば、息子にも同じ質問を、されたことがあるんですよね。息子が、お父さん、どういう時にアイデアって浮かぶの？って言われた時に、私がよく息子に言ったのは、お前、女の子にモテたいだろ。それがアイデアを考えるコツだよって、言ったことがありますよ。人の気持ちを引きたい。それは男でも女でも一緒です。その気持ちを商品にぶつけることが、これこそがアイディアの生み出す原動力であり、それが売れる商品に結びついてゆくんですよ。たくさんの人間が喜んでくれるものを、作る、この思いが、アイディアを生み出し、それが売れる商品の根本なんでしょうね。今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。